トライアヌステーキの東方族衆。メソポタミア族衆は右端。ローマ帝国後期の東方管区。メソポタミア族衆は北西部のみ残存している。メソポタミアはローマ帝国の族衆。存在期間は前期と後期があり、間に断絶がある。前期はトライアヌステーがパルティア遠征で獲得した領土に116年に。 設置され、翌117年に放棄された、短命な属州だった。後期は、セプティミウス・セウェルステが198年頃にローマと、サーサーン朝の国境地帯に設置したもので、これはムスリムに征服される7000域まで存続した。113年、ドライアヌスは、東方の宿敵アルサケス・朝サ、パルティアへの遠征に乗り出した。114年には、 アルメニア王国を征服して、属州とし、115年が終わるまでに、メソポタミア北部を征服した。この地も116年前半に属州化され、これを祝う効果が発行された。116年のうちにトライアヌスは中部、南メソポタミアまで征服して、メソポタミア属州を拡大し、さらに、チグリス川を渡って、アディアバネ王国を征服し、アッシュリア属州とした。 さらに同年末には、ペルシアの大都市スーサまで侵攻し、パルティアの君主オスロエス一世を廃位し、クグツのパルタマスパテスを擁立した。ローマ帝国が、ここまで東方への拡張に成功したのは、後にも先にもない。しかしトライアヌスが帰国中に病死すると、定位を継いだハドリアヌスは、トライアヌス帝の征服域の多くを放棄し、遠征以前と同様に、ユーフラテス側を、 帝国の防衛線に定めた。161年から166年にかけて、ルキウス・ウェルスが、東方遠征を行い、オスロエネを含む北、メソポタミアを再征服した。しかしルキウス・ウェルスはここを属州化せず、地元の属国の君主に任せる代わりに、ニシビスなどに、ローマ軍の守備兵を駐留させた。後皇帝の年から続く内乱の終盤。 195年の時点では、ペスケンニウス・ニゲルとセプティミウス・セウェルスが争っていた。この時メソポタミアで反乱が起き、西ビスが包囲された。セウェルスは速やかに反乱を鎮圧して、秩序を回復し、オスロエネを正式な属州とした。セウェルスは、パルティア遠征を行い、198年にパルティアの取得手資本を征服した。彼は、 トライアヌスの例に習って、メソポタミア属州を設置した。首都とされた西ビスは、植民地に昇格した。トライアヌス期のユーフラテス川、ティグリス川完全域を包含した、メソポタミア属州とは異なり、この時の新属州の領域は、南はオスロエネ、北はユーフラテス川とティグリス川、東はカボラス川という範囲に限られた。 1864年に制作されたローマ帝国の全域ズメソポタミアには属州の存在こそ残ったもののこの地域はローマ帝国と東方のサーサーン朝の間の度重なる戦争の舞台となったローマ帝国が六皇帝の都市の内戦で荒れている暇にパルティアを滅ぼしたサーサーン朝の創始者アルダシール一世は239年に メソポタミアに侵攻、征服した。しかし243年、ティメシテウスがデサエナの戦いで勝利し、メソポタミアを奪回した。250年代、サーサーアンアサのシャープール一世がメソポタミアに侵攻した。彼は260年にローマ皇帝ワアレリアヌスをエデッサの戦いで破り、捕虜とした。しかし翌年には、 パルミラのセプティミウスをダエナトゥスに大敗を喫し、メソポタミアから撃退された。ディオクレティアヌスやコンスタンティヌス一世の改革により、東方管区の一部となり、後にオリエンス道に組み込まれた。メソポタミアのローマ軍駐屯地の地図。1436年の写本よりディオクレティアヌスは、西ビスト、シンガラ、アティアバネを再征服したが、 363年の、ユリアヌスのサーサーナサ遠征の失敗により再び、失われ、メソポタミア属州の首都はアミダに移された。なお軍事を司ドルドクスメソポタミアへは、コンスタンティアに駐留した。またこの属州内には、マルティロポリスや、ケファスなどの都市があった。502年から506年のアナスタシア戦争の後、東ローマ皇帝アナスタシウス一世は、 西ビスのサーサーン長基地に対抗するようにだらに、要塞を築き、ここを、ドゥクス・メソポタミアへの新たな基地とした。ユスティニアヌス一世の改革の中で、メソポタミア属州は分割された。マルテューロポリスを中心とする北部は新設された第四、アルメニア属州の領域となり、残りはさらに住民区域、市教区もに分割され、ティグリス側以南の方はアーミダを首都とし、 残りのトゥル・アブディン地域はダラを首都とした。6世紀にはほとんど永続的に東ローマ帝国とサーサーン朝の戦争が続き、メソポタミア族州は甚大な被害を受けた。573年にはサーサーン朝がダラを征服したが、591年の和平で東ローマ帝国が回復した。602年から628年の大戦争でも、 サンサー・ナサが奪い、東ローマ帝国が脱回したが、633年から640年にかけて、新興勢力のアラブ人ムスリムに征服され、以後東ローマ帝国の行政下に戻ることはなかった。ありがとうございます。